はい、ですね、こちらは、宇部市木部にあります、旧木部小学校、まあ、旧木部小学校があったところが、まあ、こうやって、まあ、公民館みたいに再利用されてるわけですが、宇部の里生徒会と書いてありますね。なんで来たかっていうと、今日はこちらで、お祭りがあるということで来たわけです。まあ、早速なんかいろいろ出店的なものが並んでるっぽいですが、これですね、ナチュラルフリマルシェですね。ただですね、一通りのイベントがもう終わった後っぽいんですよね。まあ、とりあえず、いろいろ見てみようと思います。芸人さんのライブはもう終わったっぽいんですが、まあマルシェというだけあって、あれですね、もう出店の数が半端じゃない。私の印象だと木部は普段はあんまイベントとかやってない印象なんですが、まああれですね、ほんまなんかすごい、まあ、これは盛り上がってるということなんでしょう。矢沢デイキチライブ、矢沢デイキチってのをそもそも知らないんですよ。まあ調べてくださいというところでしょうか。でこっちはミニ四駆の大会があるっぽい。うわ懐かしい、すごい90年代がって感じですよ。別然どこ、お笑いライブはここであるのか、今からあるわけ。これはあれですよね、ソーダで割って飲むジュース。いや今から流しそうめんがあるみたいですが、そこまでは残りません。あて、いいですね。あすげえ、流しそうめん、流しそうめんは今からですか。今からです。整理券になるので。あ、整理券。あら、整理券が必要みたいですね。いやー、まあ、こんなとこっすかね。午前中に来たら中山きんに君やスリムクラブの人も一緒にできたみたいですが、まあこんな感じっすかね。そうめん食べないんだね。バイバイ。バイバイ。以上、現場より中継しました。